こんにちは、ルイの爆鳥彫刻のルイです。パパです。はい、はい、今回は、はい、旧吉野川水系にやってきました。はい、一緒に、はい、釣りをしていただく方のご紹介をします。はい、どうぞ。おはようございます。おはようございます。徳島の釣り師こと堀です。今日はお願いします。お願いします。そして、こんにちは。こんにちは。バスボーナスのクリリンです。はい、よろしくです。よろしくです。今日はどんな感じの釣り。そうですね、今日は今支流の最上流に来てます。で、多分夏なんで上流に刺してるんじゃないのかなっていうので来たのと、多分ブッシュが結構生えてるんで、このブッシュ絡みで吊るしたりとか、うん、朝だったら巻いても釣れるかもしれないし、まあ、ルイグナーさっと釣っちゃうんじゃないかなって。ハードル上がったね。期待がもうだいぶ上がっちゃってますね。まあ、そこはもう構えないか。そうだね。まあまあまあ、まあエンジョイで、エンジョイフィッシングしましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあまあ早速いきますか。はい、行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。はい。どこがいいかな。カバー際とか、ああ、うまいな、キャスト。横投げれるんだ。ああ、投げれます。いいな。おぉ、いきなりかっねぇ。ごめん、抜けおぉ、まず行ったら見えたわ。1投目。すいません、なんかナイスフィッシュ。いただきましょう。ナイスフィッシュ。ありがとうございます。やっぱ吊るし、吊るし、もうキューってきて迷いなくスパッていったんですね。さあ、プレッシャー変わってきたぞ。まあまあまあ、すいません。移動してきて、はい、ここが、はい、最上流部ですか。はい、最上流部です。はい、流れがあるね。それ、そのままや。うん、まあ流れあるね。釣れたな、これだから、もう簡単に。ハモクとかになっちゃう。細くなってるとかね、流れ強くなるから。流れ強いんだけど、うん、流された。よし、よし、パパの言った通りやろ。いやネットいるよ。バラすなよ、俺。いや、まだいる。ここ見てる。行きます。顔短い。手が短いけん。大丈夫、大丈夫。くっそ。多分まだいますね。おる？おら、やっていた。おった。お、お。
あ、準備ある準備。あと俺もネット。お、でかい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 。すごい。すげえ。よかった。いいね、でかいね、ナイスバスやわ。ウィー。ゴルフィックやな、やっぱり。ナイスナイス。ナイスバス。よかった。落とした瞬間やった。落として流れに乗った瞬間やった。流れに乗った瞬間。はい。よかったいいね、でかいでかい。よかった、でかい。よかった。何センチあるのね。上がってみよう。無理、それ無理無理無理。落ちる、落ちる。落ちる。そこでやろうか。そこでいいよ、そこで。ここ大丈夫？うん。濡れて、濡らしておく。いいバスやないかい。43.5?43?43?43?44 ですね。すごいやん。おー、よかった。いいナイスパス。はい、さっき釣れたんですけど、はい、まずこれにした理由が、うん、最初、それは何？ホールフリックの 5.5 インチの甲羅の色。はい。で、5.6?5.5?5.5? だったっけ？ 5.6? 5.5 やろ。6?6? まあまあそこら辺です、うん、はい、で、これにした理由が、はい、最初、スモラバー投げよって、うん、で、色が薄くて、うん、で、あとちょっと軽かったけん、うん、ああいうとこ入れづらかったんで、はい、こっちの重い方にして、うんうん、浮かせました。はい、なんであそこに入れようと思ったん？こう細くなって細くなって違う違う、まあまあここ打ってからそっち打とうとしとって、ちゃう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 、で、はい、向こう太いやん、川幅がね、でも急にここで細くなって、うん、で流れも強くなるから、うん、です。なるほど。今度はこっちでも何か釣れたようです。リリア、何が釣れた？うわ、この持ち味。食うてる。エビ食うてる、これ。ほんまや。食うてますよね、これ、ルアー。食ってますね。マジで長っ。長っ。なんかと思った。ほんま。取れへんし。取れへんし。あ、よかった。取れた、取れた。で、気持ち悪い。ナイスバイトでした。イエーイ。スケッピン入れないからね。めっちゃ簡単に振る幅がない。短い方がいい。帰る？うん。おお、堀さんが。おお。ナイスフィッシュ。来たね。みんなの中だって一番最速のです。いや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 、いや、やっと釣れた。よし、ナイスフィッシュ。おはようございます。ご飯を食べ終わり、はい、水路に戻ってき、水路っていう、まあ戻、釣り場へ戻ってきました。はい、はい、すごく眠いです。うん、まあでも釣れたらね。そうね、眠気も吹っ飛ぶよね。そうやね。で、お昼からどんな釣りを？まあ引き続きベイトフィニスをやっていきます。なるほど。はい、はい、じゃあお昼からも頑張ろう。はい、レッツゴー、レッツゴー。近い近い。
あ、バックライブ。さあ、まずは。まずは引っ掛け。まずは引っ掛け。まずは引っ掛けた。ま、びっくりした。ダメじゃ、アルイ君。ダメじゃ、マジで。何投げてんの？放置した、放置。カメラマンは放置した。よいしょ。どう？ルイ。どう？そう。カメやろ。帰れろ。これなんかカメかなとか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。したいや。今日はもう皆さん一本ずつ ね連れてよかったですね、うん、仲良くね一本ずつ一本ずつ仲良く連れてよかったね。ルイ君の方が一番大きかった。そうだよね。そうですか。もうしっかり一番大きいの釣っていくとかルイ君らしいよね。いやいやしっかりドラマを作っていくっていうね。まあ痩せてたんですけどね。いやいや、でかかった。44ですね。でかいわ。いいサイズやわ。いやもう見事なランディングね。奇跡的なランディングがあったから確かに浮いてくるっていうね。あれも持ってるよね、うん、リブがね。いやいや、あれもね、サポートが良かったんだと思う。いや、もう一人長靴履こうとしたとき踏み込み行きたい。俺ちゃんとありがとうございます、やっぱり。いや、良かった良かった、本当に、うん、楽しかった。楽しかったです、楽しかった。良かった、ね、もうまたぜひ来て。はい、また来ます。面白いでしょ。はい、楽しいです。良かった。水路とかもね、結構そうそうそうたくさんあって。そうだね、水路から支流から本流からいっぱいあるから、うん、いろんな釣りが楽しめるからね。給与者はぜひ来てください。ありがとうございます、はい、それからあの栗田さんからちょっとお知らせがあるので。いいですか。はい、お願いします。あのバスボーナスという企画をやってます、はい、で、何をやってるかっていうと、全国いろんな人がインスタで参加できるような企画で、1ヶ月でバスのサイズを、勝負してもらいます。で、1位と2位の方と抽選で3人の方にあのバスボーナスのアングラーズカードというものを作らせていただいてます、はい、ちなみにルイ君もね、はい、作ったし、堀ちゃんのも作って、もちろん僕も作ってるんですけど、でそういった形でね、どんどんそのアングラーズカードを持ってる人をちょっと広めていこうっていうのを考えてますんで、まあ、少しでも興味ある方は、まあ、インターネットでバスボーナスと入れてくれたらすぐ出てくるんで、すいませんがよろしくお願いします。こちらこそすいません、ね、はい、いやいやいや、本当に今日はね、暑い中朝早くからどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当楽しかった。ありがとうございました。またね。またね。次香川行こう、香川。ありがとうございます。案内できるか分かんない。それでは。バイバイ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 。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。